破したんだけど、あのさやかとエリカ来るでしょと突破して、なんか超こうくるくる回すんだけど、さやかが超うまいの、蹴るよね私もうまいんだけど、エリカ全然下手でくちゃくちゃなの、めっちゃ蹴る蹴る、タコパ、え、ちょっと待って、タコパ知らないの、嘘でしょえ、何歳、何歳だっけ、同い年じゃないの、たこ焼きパーティーじゃん、たこ焼き作るんじゃん、な、待って、今さ、うんうんって言ってたじゃん、かっ、る、芋チップス、うん、食べたい、うん、なんか嫌いなもんないの、しそしそ美味しいじゃん、優しい人、うん、こっちは、なんで、なんで、どんな人、どんな人だね、水着でした、びっくりした行ってくんね、
Thank you.
さあ突然やってまいりました、おなじみ片山デッショー始まります。片山デッショーでございます。さあ突然の Q&A のお時間でございます。よくね質問されるんです。写真集は出さないんですか、 DVD は出さないんですかとね。はい、こちら DVD が発売されました。皆さんのお声があってこその、DVD 発売となりました。本当にありがとうございます。ちなみにですね、片山、そうだな、写真集はちょっとまだ未定というか、まあ予定はまだないんですけれども、まあ順を追ってね、いろんな風にご活動できていけたらなと思っておりますので、皆様ぜひぜひ応援よろしくお願いします。というわけで、ホテルから片山真由美がお伝えしております。皆様ぜひぜひ DVD 楽しんでね。はい、やっと殺された。どうもどうも、片山もゆみです、よろしくお願いします。綿菓子大きいでしょう。私綿菓子大好きなの。なんならね、お菓子すごい好きなの。コンペイトとか、あとね、あのなんだ、ベビースターラーメン的な木そばも好きでね。ここね、ほら、たい焼きでしょ。あとね、たこ焼きがあんの。もう全部美味しそうなの。全部食べたいの、私。できればいいなぁ、いいなぁ。ほら、力作はやっぱニャンダフルですね。ニャンダフル、ニャンダフル気持ち悪いっていう評判の全然気持ち悪い、可愛いですね。初日お疲れの乾杯でオリオンビール飲んでます。イエーイ、いいだろういいだろう。あとで青森も飲むんだ。というわけで1日目無事に終了しました。お酒大好きです。弱いけどこれしっかり飲んで、ゆっくり寝て明日の撮影に備えます。じゃあね。これなんか苦手なんですか。あ、玉ねぎが苦手です。玉ねぎ、はい、はい、やるよ。いただきます。他になんか苦手なもんはあるんですか。玉ねぎが嫌いなものないです、うん、好き嫌いはダメだよ。突然ですがやってまいりました、片山でショー、片山でショーやってまいりましたよ。片山でショーでございます。さあ早速始めていきましょう。片山でショー、まずはこちらがクイズです。だらん、片山もゆみの好きな季節はどちらでショー。シンキングタイムスタート。てれってって、はい、タイムアウト。あ、言ってなかったわ。夏と冬どちらでしょう。シンキングタイムスタート。はい、てれってってれってってれって。はい、タイムアウト。さて、どちらでしょうか。ドゥルルルルルルバン、夏、よし、夏でした。沖縄好き、夏でした。でも北海道も好き、全部好き。
でもね、あの夏冷え性なもんで夏の方がね好きなんですよね。うん、みんなはどっちや？夏、まあ、スノーボードとかねやる人はね冬が好きだったりもするんでしょうが、片山はね寒がりだからね夏が好きです。あ、これはあの撮影で使ったあのどでかいどでかい綿菓子を一人で食べてます。美味しい。よいしょ。うん、片山でしょ、秋田。やめよう。何しようかな。そうですね、特になんもないね。うん、あ、そうだな。うん、片山の、そうですね、片山さんの趣味はまあ、寝ることが基本的に好きなんですが、あとは何だろうな、あの殺陣とかねスポーツは全般的に好きでよくやるんですけど、あの何だろう、食べてる人を見るのが好きですね。美味しそうに食べてるところ見るのがすごい好きで、だからこう結構何人かとご飯食べに行くとか結構好きです。うん、あとお酒も好きかな、酔うけど、すぐ酔うけど。あとそう、沖縄ね猫がいっぱいいるの。そう、あのちょっとメイキングにどのぐらい出てくるかがちょっと分かんないんだけど、猫ねもうね 3,4 匹あってて触れ合ってんの。すんごい可愛いから、すんごい可愛いのに、どうしよう、うちの子にしたいわ本当に。そのぐらい行こう。みんな動物には優しくしようね。人間も動物だからね。あー眠いわ。ということで1日目無事終了しております。明日2日目初めての DVD 撮影です。みんな買ってくれてありがとう。ありがとね。じゃあまた明日お楽しみ。片山でショーでした。さあ突然始まりました片山でショーでございます。よろしくお願いします。というわけでですね、今回は片山さんのダイエット方法を教えたいなと思いまして、まあね食事方法は人それぞれあると思うので好きな風に食べていただければと思うんですけど、運動これ大事よ本当に。でもねお腹を引っ込めるのってやっぱね運動が重要。というわけで、今からですね片山の腹筋をお見せしますのでよく見ててね。いいよ。下っ腹とこっち、どっちもね。そして息を絶対にすること。一番辛いと思うところで足を止めることで、めっちゃ辛い時があるんだけどそれを一回乗り越えること。絶対一回乗り越えるとちょっとだけ楽になるので、その後また辛くなってダウンするから、それは絶対に抑えるポイント。私今めっちゃ辛い。
然の片山デッショーでございます。片山デッショーは何でもやるんでね、皆様お楽しみいただけて、バイバイ。おはようございます。2日目です。これからメイクです。なのでドスピンです。これ使われるかな。2日目はヨーグルト、朝ごはんです。私は朝ごはん本当に食べないタイプなので、ヨーグルトか、コーヒー、私は、コーヒーをあとは飲みます。昼はしっかり食べるので大丈夫でしょう。みんなちゃんと朝食べてますか？私は眠気に負けます。皆さんはちゃんと朝食べてしっかりお仕事頑張ってください。私も頑張ります。バイバイ。野球苦手なのに私バッティングセンターでやって顔面に当たったことがあるから苦手意識は楽しかった。さあやってきました、海。いやいいね、気持ちいいね。ということで早速、走っていきたいと思います。最近ただいま撮影の時いつもカットフルーツを買ってきてもらいます。いつもありがとうございます。全部終了しました。お疲れ様でした。というわけで皆様、どの、衣装シチュエーションがチャプターが良かったでしょうか。ぜひぜひご感想をお聞かせください。片山はツイッターも、ブログも、インスタグラムもやってます。ぜひぜひフォローよろしくお願いします。これからも応援してください。それではまたいつか。片山萌実でした。バイバイ。